皆さんこんにちは。奈良一区選出衆議院議員の小林茂樹でございます。本日は皆様方にお礼でございます。この度の自由民主党総裁選挙、高市早苗候補へ大きなご支援を賜りました。誠にありがとうございました。正々堂々と戦った13日間でございました。昨日投開票が行われ、岸田新総裁が選出をされました。高市早苗候補は決選投票には進めませんでしたけれども、1回目の投票で国会議員の得票としては2番目、114人もの多くの方に投票いただきました。残念ながら地方票では3位ということでございました。私自身も力不足を感じております。高市早苗候補はその後結果報告会におきまして、これからもこの歩みは止めないという力強いメッセージを、集まった陣営私たちにその意思を表明をしてくれました。自民党はこの総裁選挙終わればノーサイドとなって、新しく岸田総裁を先頭にしっかりと国民の皆様方に政治への信頼感を持っていただく、そして私たち政治家は政策を作り、多くの方の賛同を得てそれを実行してまいります。高市早苗候補が政策を打ち立てられました。その一つ一つは今も全国の皆様方の記憶にしっかりと刻まれているかと思っております。美しい、そして強く成長する国へというこのメッセージ、しっかりとした自民党の保守政治を作っていく、その第一歩になったかと思っております。私小林茂樹も教育と、そして都市再生、しっかりとまたこの政策を打ち立てて、高市早苗衆議院議員とともに皆様方の心の中にしっかりとその政策をお届けしてまいりたいと思っております。引き続きのご支援、自由民主党に賜りますようによろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。